せな気分になれるような、そんななんか夕日というか、綺麗にねグラデーションが出来上がってますね。はい、到着しました。ここもね、昔ながらの駅です。駅です、稲城駅。なるほど、ギャラリーがあるわけですね。あ、そういうことなんですかね。これが昔の米子、こんな感じになってて、まあ、ほぼあの駅員さんがね、切符切るところなんでしょうね。こんな感じです。おみくじがあります。下半ばお、出てきました。見るかな。基地です。
ドライブインアート。こちらです。もともとね、これドライブインで、今お蕎麦屋さんなんですけどね、ここになんかうどんの自販機が昔あったみたいです。はい、いくら堂に来ました。ホタルいるかなと思って来たんですけど、ないですね。はい、いくらのところで、ね、ホタル見えるかなと思ったんですけど、いなかったですね。なんかその、そういなんか、ね、ホタルっぽい光見えたんですけど、なんか気のせいかなみたいなレベルだったんで、ちょっとなんか残念ですけど、まあもっとこのちょっといたところにホタルが見えるらしい、公園があるということで、ちょっと行ってみようかなと思います。
遅いな。とんでもない道をね、進んだんですけど、いた、やっぱり時期ですかね、ちょっと残念ですけどね。いろいろ期待したんですけどね、だいぶむちゃくちゃな道を通ってきて、ちょっと脱輪しかけたっていうのもねあるんですけど、めちゃめちゃ怖かったです。まあいないみたいですね、めちゃめちゃ残念な。普通はいるんですけど、ちょっと時期が遅すぎたかな。いう感じでございました。ほんまに残念。ちょっとまた来年リベンジしたいかなと思います。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。